はい、じゃあ今回もポケモンバトルやっていきたいと思います。今回は、雑談混じりでやっていきたいと思います。はい、なんかなかなかの高レートの方に当たりましたね。まあこれはまあ適当に、まあ、パッパパッパ決めていきましょうか。どうしましょうか。これあれじゃないですか、バッジさんじゃないですか。当たってしまった。いや昨日の罰ゲームやろうかなとか思ったんですけど、ちょっと後回しにしますね。すげえな。僕有名強者とは当たったことが1回しかないんですよね。まあビリジオン使いの人と、まあオメガルフィアルファサファイアで、まあ一度当たったきり、2回当たったのかな、あの人と2回当たってそれっきり当たったことないんで、なかなかに嬉しいですね。まあとりあえず、まあやっていきましょうか。初手ね、多分ね、ルッカリオは来ないかな。ガブリアスかな。うわ、やべえ、緊張してきた。ガブリアスは来るでしょう。ガブリアスかな。で、なんで今、ヤリユータンと。で、ベトベトンは出していいかな。ベトベトン。で、あと1体、テテフとかでいいかな。うわー、うまいな、でも。どうだ？いや、勝てるか、これで。ガラガラ欲しい。ガラガラは欲しい。いや、ブルルでいいか？ガラガラにします。ブルルじゃなくて。あぶねえ！いや、緊張しますね。服のセンスは僕の方が上ですね。まあ、とりあえずやっていきましょうか。いやー、なんかこう、昔から見てる人と当たると、なんかあれですね。なんとも言えない気持ちになりますね。ガブ読みです。ガブ、オッケー。まあ、読んだは読んだでいいんですけど、ここはね、トリックルームから入るんですけど、まあ、相手のガブリアスの方にも、何来るかな。まあ、なんか、変に読んできてくれて、まあ、いらない行動をしてもらえれば、まあ、美味しいですが。鉄火具屋欲しいんですけどね、まあ、サブロム周回してるんで、まあ、もうすぐお見せできるかなって感じですね。地震、まあ、普通に地震打ってきてくれた。ハチマキっぽいな。ハチマキと確定していいでしょう、これは。OK。で、とりあえず、トリル。で、裏のポケモン何いたかな？やべえ。ちょっと頭回ってね、どうしようか。ベトベトンとガラガラか。ここは再キネでいいでしょう。もう捨てましょう。もう、いりません、ヤリユータンは。まあ、素直に切ってくれるのが一番美味しいんですけど。硬い。自信。OK。で、これでシャドウボン圏内。で、まあ、こいつはハチマキと確定してるんで、まあ、他に、助け持ちがいると考えていいでしょう。ここでガブリアスを落とせなかったらちょっとやばいな、でも。こちら、全員ガブで死ぬんで、とりあえずシャドウボーンで。まあ、引いてくるとは思いますけど、いや、引いてくる読みならフレアドライブでよかったか？つか、レート差やばいな。200差は近。まあ、でもさっき僕も潜ってたんですけど、いろいろ。まあ、このパーティーじゃないんですけど、まあ、潜ってたんですけど、まあ、結構、レート差マッチングは、なんか、ひどいような感じがしますね、今作は。いやいやいや。いや、なんか、本当に、なんていうか、なんだこの気持ち。めっちゃ緊張しますね。引っ込んだか。鉄火具や。これなら、クリアドライブが正解でしたね。ただ、鉄火具やごときの耐久じゃ、浮かんねえんだよな。ただここ守る挟まれますよね。ベトベトンで積んでいくのもありか。ここね、もうアローラポケモンっていうのはね、初見殺しでやるしかないんで。あと何ターンあるかな、トリル。2ターンか。ここ守られますよね、絶対。残飯って守りだよな。
ガブの鉢巻きは確定として見ていいでしょう。なんで、まあ、地震は絶えないと見ていいか。ベトベトもガラガラも。いやー、ベトベ、いやー、どうだろうなー。いやー、ここ守り読みで引っ込めたいですね。で、まあ、ベトベトンで積んで耐久力上げてからガブリアスとか全抜きみたいな形でもいいんですけど。そういきますか。じゃあ、ここベトベトンで。まあ、守り読みですね、ここは。まあ、相手からしたら、鉄火具が落とされて、落とされるのも嫌だと思うんで、うん、守る。で、まあ、トリルターンも稼ぐっていう点では、守るは、まあ、ありありかなと。ここは、まあ、呪いで、積んでいきましょう。一積みで、多分、ガブリアスの地震は耐えると思うんで、まあ、跳ね返していきましょう。跳ね返すって言い方もおかしいな。まあ、地震一発耐えて、裏で攻撃しましょうみたいな感じですかね。呪い。ラスカのごときじゃ、無理なんだな、ベトベトンは。結構食らいましたね。鉄火具やって意外と C あるな。ここはどうしましょうか。呪いでいきます。ラスカのもう一発耐えて、引っ込めた。ガブかな?うん。いやー、ここ噛み砕くが、噛み砕くでよかったか?まあ、ただ、呪いに煮詰みしたんで、地震ごときは耐えますね。おっとおっと、ベトベトンで、ここは噛み砕くでいきます。ベトベトンでお相手積んでるのでは?地震、まあ、これは耐える。いや、鉢巻き急所とか。オッケーオッケーオッケー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。で、フィラの身で回復して。で、これでラスカノも耐えれる HP にはなった。こいつさえ倒してしまえば、結構ガラガラが通しやすくなると思うんですけどね。裏が多分ミミッキュかな、でも。ミミッキュだと結構危うい。危うい。まあ、ミミッキュ、ミミッキュは、ま、出てこないでしょう。ミミッキュが裏だとしたら、ま、ミミッキュは出てこない。ただ、鉄火具屋も、ベトベトンじゃ、ベトベトンに、そんな有効だない。あー。ダストシュートを噛み砕く影打ちしかないんですよね。で、影打ちが、等倍と。どうしましょうかね。ここガラガラに戻す。まあ、インファイとか、いや、インファイのごときなら耐える。ここ噛み砕く、いやメガ進化なしインファイトとか、嫌だな。まあ、いいか。噛み砕くで。あ、オッケーオッケー、メガ進化した。まあ、何が嫌って不屈のこ、不屈の心じゃなくて、まあ、正義の心で、アップされて、まあ、落とされるのが一番嫌だったんで。剣の前?落とされるかな?どうだろう?うわ、全然入んねえ。ここは影打ちでいきます。まあ、さて、ここでどんくらい入るか。おっしよ!ナイス急所いいぞ。これはだいぶ有利な急所ですね。おっとおっと、ベトベトン強い。で、鉄火具や。いや、これは無理ですよ、もう。まあ、噛み砕くで、チェックメイトです。はい。いやー、勝ったー。いや、嬉しいですね、普通に。まあ、本人かわかりませんけどね。まあ、偽物って可能性も十分、まあ、あり得るんで。まあ、まだわかりませんけどね。まあ、どうなんだろう。でも、アシレーヌとか使ってたしな。ちょっとぽいよな、パーティーも。なんか、なんていうかな、その、なんか、めちゃくちゃ、詐欺師で、めちゃくちゃ似てるパーティー使ってっていうの、まんまのパーティー使ってみたいな感じなのかな。まあ、とりあえず、見つかりましたね、すぐ。サンさんよろしくお願いします。
いや、ちょっとまだ余韻が残ってて、まあ、興奮が抑えられないですが。どうしましょうか。ここやり言ったんでいいかな。ちょっとはしゃぎすぎましたね。怒られそうだな。あ、そうだ。ジジイ論は直近にしましたね。玉だとなんか、この前玉、昨日か。昨日の動画で玉ダメで結構なんか死んでて、まあ、ギリギリで死ぬっていう、あの、盤面が結構あったんで、まあ、直近で耐久力をちょっと上げようということで、直近にしました。まあ、前も言った通り、まあ、ジジイ論の特性で逆上っていうのがあるんですよ。で、まあ、HP が半分になったら、あの、C が上がると思ってたんですけど、相手の攻撃で半分になったらなんで、まあ、弾ダメで半分になっても意味ないんで、ってことだったんで、まあ、弾はやめましたね。で、まあ、ただここね、ちょっとポリ2が怖いんですよね。まあ、テテフから入りましょうか。前も言った通り、まあ、テテフの、サイコキネシスで上から叩いて、まあ、相手を詰ませなくするみたいな作戦でいこうと思います。やりうたんジジイ論でいいかな。いや、正直、いや、オッケーか。いや、オッケーだな。ただ、ジジイ論は、ガラガラの方が通りはいいか。そうですね、ガラガラの方が通りはいいな。ガラガラにしましょうか。あ、間違えた、間違えた。ちょっと強さなんかいら、いや、あ。対戦の方、よろしくお願いします。あ、そうだ、服装変えてきたんですよ。結構可愛くないですか。まあまあ気に入ったんですけど。まあ、ゴスロリはちょっとやりすぎかなって。まあ、やりすぎっていうかなんかちょっと狙ってんのかと思われそうなんで。やめましたね。ほらほら。ボーマンだ。まあ別にまあ、有利対面っちゃ有利対面なんですけど、ここはギルガルディが出てくると思うんで、まあ引っ込めたい。ここね、ギルガルドが出てくると思うんで、マジで引っ込めたいんですけど、あ、ジジイロになったか。まあいいか。いや、ムンホでいいや。おっと、突っ張ってきた？耐えれる自信があるのかな？まあ、なんで突っ張ったかというと、まあ、ギルガルドが出てきても、やりゆうた後出しで十分間に合うと、昨日の動画で分かったんで、突っ張りました。あ、そうだ。まあ、適当に雑談するって言ったんで、まあ、ここから結構雑談気味にしましょうか。お、色違いかっこいいな。モノマネ系はね、別にいいんですけどね、僕的には。他人のもの、なんかその、ヒフミンとかは別にいいんですけど、まあ、書いてあった通り、まあ、有名な人のモノマネとかやったらちょっと怒られそうなんで、やめます。で、まあ、ニセトロキャプチャーは、買いますよ、いずれ。はい。宣言しときます。で、あ、ここはイカ様でいき、あー、イカ様でいいな。で、ここじゃなくて、おっと？やっぱ、やりゆうたん知らない人多いな。あと、なんだろうな。あと何かあったかな。まあ、ひふみのモノマネします、じゃあ。あ、おばちゃん。あ、ちょっとごめんな。恥ずかしくなってきた。あのですね、トリルから入ります。5話のね、青葉ちゃんのいじめられる系のやつの動画見たんですよ。で、あれで学習したんで、まあ、あれのモノマネしようかと思ったんですが、まあ、ちょっと恥ずかしかったですね。あと何かあったかな？毎秒投稿するはちょっと無理ですね。まあ、裸でニコ生は別にいいんで、まあ、良ければやりますよ。まあ、ニセトロ買ったらやりますね。で、あと、何があったかなと。まあ、なぜここで全部コメント読むかっていうと、まあ、僕のキーボードがクラッシュして、まあ、スクリーンキーボードっていうのがあるんですけども、それで打つのが非常にめんどくさくて、まあ、ここで米返ししようっていう魂胆ですね。まあ、何があるか、まあ、今思い出してるんですけど、あと何があったかな。ああ、なんか、まあ、いいや。まあ、まあ、いや、スクリーンキーボードで打ちますよ、じゃあ。はい、じゃあ、ひふみんのモノマネ最後やって終わります。おばちゃん。いや、もういいや。はい。では、対戦の方ありがとうございました。ご視聴の方もありがとうございました。